皆さん、こんにちは。今日は愛子さまのことについて紹介します。まずは愛子さまさんの経歴とプロフィールから紹介します。敬宮愛子内親王は日本の皇族、伊和愛子。ご称号は敬宮御印は御用執事、勲等は宝冠大綬章、御位は内親王、継承は殿下、徳仁天皇と雅子皇后の第一皇女子、昭仁上皇と美智子上皇后の皇孫にあたる。2000年代に誕生した初の皇族であり、2021年12月1日現在、17名の皇室構成員のうち最年少の女性皇族で、内定皇族である。住居は東京都千代田区の皇居御所。皇太子ご夫妻の長女で学習院女子高等科2年に在学中の愛子さまが、今年7月下旬から8月上旬にかけて学校のプログラムでイギリス、ロンドンの名門イートン校に約3週間のサマースクールに参加する準備をされています。愛子さまが皇太子ご夫妻とご一緒ではなく、一人で海外に留学されるのは初めてだそうです。全寮制の男子校イートン校のサマースクールには毎年、学習院女子中等科、女子高等科の学生が参加しています。イギリスでは、他の学生たちと寮生活をしながら、イートン校の先生やイートン卒業後、オックスフォード大学やケンブリッジ大学に進学したイートニアンより語学研修を受け、イギリスの文化を学びます。1440年に創立されたイギリスの男子全寮制パブリックスクール、イートン校はテムズ川を挟んだウィンザー城の対岸にあり、イギリス王室のウィリアム王子やヘンリー王子も卒業し、過去に19人の首相を含む各界の著名人を輩出している名門校です。影響を受け、この進路を選んだとみられます。そう考えると、弟様のことを尊敬しているのは確かなように思いますね。愛子さまは大学卒業後、海外留学を考えていると伝えられています。これまで支え合ってこられた雅子さまと離れて暮らすというのは、とても大きな決断ですね。もしそうなったとしても、雅子さまとの母娘関係は特に変わらないと思います。ちなみに愛子さまは、両陛下が留学経験のあるイギリスに行かれる可能性が高いのではないでしょうか。そうなれば当然雅子さまからもイギリスに関するお話や留学の心得をお聞きになるでしょう。より一層、コミュニケ天皇皇后両陛下の長女愛子さまが学習院大学の4年生となり、コロナの感染対策で控えていた通学を12日からスタートし、報道陣の前で大学最後の1年間に向けた抱負を話されました。マスクをつけ、春らしい白地に花柄のブラウスにベージュのワイドパンツ姿というカジュアルな服装で登校された愛子さま。学習院大学のキャンパスで報道陣の問いかけに答えられました。愛子さま、大学最後の1年間、この緑豊かなキャンパスで良い学びができましたらと思っております。愛子さまは3年前、文学部に入学しましたが、新型コロナウイルスの感染対策で通学せず、ほぼ全ての授業をオンラインで受けられていました。初めての登校も入学からおよそ半年後でした。愛子さま、半年遅れではありますが、キャンパスを実際に訪れ、先生方や学生の皆さんにお会いできることを嬉しく思います。大学では新しい知識を得た時に感じられる喜びを大切にしながら、様々なことに取り組んでいければと思っております。そして、入学式も1年遅れの大学2年生になられてからお住まいからオンラインでの参加となりました。愛子さまが20歳を迎えられたことについて、天皇陛下はご自身の大学生活にも触れ、このように話されています。天皇陛下、私自身の大学生活を振り返ってみますと、気がつけばもう40年くらいも前になりますが、大学では様々な人たちと顔を合わせて授業を受けり、放課後の部活動で一緒に参加したり、見ず知らずの人と学生食堂で隣り合ったり、新しい発見と経験の連続であったように思います。そういう意味でも愛子には、感染症が落ち着いて、いつの日かキャンパスに足を運べるようになると良いなとは思います。大学3年生もオンラインで授業を受けることになられた愛子様。
大学で一部対面授業が再開される中、通学されないわけとは、テレビ朝日区内庁担当遠藤光太記者。これまでオンラインで授業を受けられていたということだが、一つは両陛下にコロナを移してはいけないというお気持ちが大変強かったということを聞いています。側近によりますと、愛子さまは登校したいというお気持ちもあるものの、両陛下のことを考えられたといいます。当時側近は、愛子さまの心が揺れる中、じいとも相談の上こうした判断に至ったと話していました。テレビ朝日区内庁担当遠藤光太記者。愛子さまが今日からいよいよ大学生活をキャンパスでスタートさせ、大学4年生ですから残り1年キャンパスライフを送るにあたり、ぜひ友人を作ることができればと期待する。愛子さまが21歳の誕生日を迎えられた際、宮内庁が公開した映像からは、友人を大切にする愛子さまのお気持ちが伝わってきます。胸元に高校時代の友人から贈られたハート型のペンダントをつけ、その絆を示されたのです。いよいよ始まった本格的な通学。愛子さまは日本語日本文学科で古典文学などを学んでいて、今後卒業論文の執筆にも取り組まれる予定です。では今後どのような道を進むのでしょうか。テレビ朝日区内庁担当遠藤光太記者。愛子さまは海外への留学にも関心があるということです。学習院大学を卒業してから海外留学するか、あるいはキャンパスライフが1年間ということになるので、コロナ禍で通えなかった大学生活を大学院という形で取り戻すことになるのか、これから今後の進路は決まってくるかと思う。海外留学については特別な思いを持たれているのではないかと言います。テレビ朝日宮内庁担当遠藤光太記者。天皇陛下もイギリスのオックスフォード大学に留学され、雅子さまも外務省に入ってからオックスフォード大学に留学。愛子さまも両親の姿を見て海外への留学はかなり現実的に夢を描かれているのではないか。学習院大学でキャンパスライフを楽しんでいるという愛子さま、高校時代からお付き合いしている彼氏がいると噂されています。実は肉食女子だという愛子さまのインスタ匂わせ画像や、彼氏の家柄、高校や大学はどこなのか、推しについても合わせて調査しました。愛子さまは高校時代から彼氏の存在が噂されていましたから、その男性との交際が続いていたのでしょう。まず都内にある私立大学の医学部生で、中学高校と野球部のエースとして活躍された同級生の A さんです。A さんの父親が開業医で、その息子と言われています。 A さんと愛子さまは中学高校と別でしたが、愛子さまは野球の試合に応援しに行ったこともあるそうです。意外にも愛子さまは気になる男性に自ら積極的に行動しており、すごいですよね。また A さんは両陛下とも面識があり、家柄や将来性から一時期は結婚相手としても候補としての噂もあったようです。しかし A さんの父親が、愛子さまとの結婚なんてとんでもないと周囲に漏らしていたと報道がありました。ただでさえ天皇家の長女の結婚相手というのは世間の関心や注目度が高く、家族や周囲に対して影響が出てしまうことを心配してだったのかもしれませんね。2人目は学習院初等科からの語学友で、や毎年夏休みには栃木の那須で過ごされるほど仲が良い B さんです。天皇家と B さんのご家族は家族ぐるみで仲が良く、小学生の頃の B さんはドラえもんののび太くんじの優しいお顔立ちだと言われています。手をつないで登山をしたり、林道湖ファミリー牧場でハグをしたりと仲睦まじい姿を見せていました。愛子さまが高校3年生だった2019年の夏休みにも那須には2人の姿があり、週刊誌には185センチメートルぐらいで俳優の東出昌大に似ていると報道されました。また B さんが進学した都内私立高校の偏差値は74の難関高校で、 B さんは造船会社の創業家の御曹司と言われています。さらに勉強だけではなくスポーツもできるそうで、特にマリンスポーツや水泳をしていたようです。高身長で
文武両道で家柄もいいなんてかなりハイスペックな男性ですよね。最後に、愛子さまが高校時代から特別な存在がいると噂があった方 C さんです。愛子さまは限られたお友達にインスタグラムを公開しており、愛子さまが18歳のお誕生日には4摂氏のシルバーネックレスをプレゼントされたと投稿がありました。このネックレスを送ったのが C さんだと言われています。この投稿のコメント欄にはお幸せにといったお祝いの言葉があったそうで、熱愛彼氏なのではと噂が立ったようです。 C さんは愛子さまと高校の年1回焼きの文化祭で出会い、愛子さまが一目惚れし連絡先を交換して、その後も連絡を続けて仲を深めたという情報もありました。これが本当なら、愛子さまは恋愛に対して積極的に行動されていることがわかりますよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。